コーヒー入れてきました。こんなに泡だらけだっけコーヒーって。こんにちは、ニチョスです。今日は何をやりたいかと言いますと、最近いろんな方にいろいろ文房具をもらってて、ノートだったりとかシールだったりとか、もうすごいね可愛いのが本当に多いの。なので今回は最近もらったものを紹介したいと思います。てかね、本当にね見てほしい、めちゃめちゃ可愛いんだ。じゃーんめちゃめちゃもらってる。いや本当にありがとうございます。ちょっといろんな方からいろいろといただきまして、インスタライブで紹介したものもあるんですが、まだ YouTube の方ではねお見せできてなかったので、ちょっと今回じっくりと見ていきたいなと思います。はい、まずはこちらです。ヨセカステーショナリーです。いやこれね結構気になってた方もいるんじゃないでしょうか。ニューヨークにあるトラベラーズカンパニーのパートナーショップの一つ、ニューヨークのブルックリンにあるヨセカステーショナリーとトラベラーズカンパニーがコラボした限定リフィルですね。ヨセカステーショナリーの入り口の風景が活版印刷と白押しで表現されていて、表には昼間、裏の表紙には夜の風景が描かれてます。あのリフィル計量紙と同じトモエリバー S っていうのが使用されてるので、結構スベスベで薄い紙ですね。トモエリバーといえば、まあ、ネイスインクがすごく美しく描ける紙ということで、にじみや裏抜けが少なくて、でインクフラッシュがしっかりと出るので、マネースインク好きの方たちの中ではかなり有名な紙ですよね。いやヨセカステーショナリー行ってきたのかな、羨ましいな。この入り口はレンガみたいになってて、壁がねレンガで、こういう形の入り口なんですよね。かっこいい。あとはこのヨセカステーショナリーのポストカード、これも可愛いです。もともと台湾のお店で1981年に設立されて、でニューヨークのサニーサイドに2017年にヨセカステーショナリーとしてお店がオープンして、で今はニューヨークのブルックリンにお店があるそうです。いやー行ってみたいな。台湾もね文房具すごい人気ですよね。台湾も行ってみたいし、ニューヨークも行ってみたい。これはだからあれなのかな、台湾文房具とかなのかな。コーヒータイムの可愛らしい便箋です。うわーこれはね美味しいやつですよ。はい、続いてはこちらです。これもねかなり希少なものをいただいてしまった。シペリオールレイバーっていう、あのトラベラーズファクトリーでも取り扱いしてるんですが、ハンプのバッグとか革小物などを作っているブランドですね。そのザ・シュペリオールレイバーの15周年記念の時にトラベラーズカンパニーと一緒にコラボして出たリフィルです。いやこれはねすごいですね。オンラインショップで数分で完売してしまったと言われるリフィルなので、かなり貴重ですね。いいのかなこれ、いただいてしまっていいのかな。トリコロールカラーの表紙にこの印刷もねちょっと特殊な感じがします。裏面にもシュペリオールレイバーのロゴが入ってます。でこっちがですね、何かちょっとわからなくて、これはなんだ、下敷きかな、革でできてます。ちょっと穴開いてるんだよね。バッグとかにつけるタグなのかな。かっこいい、めちゃめちゃかっこいいです。これはねでもこのままほんとね飾っといてもいいくらい、額に入れて飾っとこうかな。いやーでもこんなに貴重なものをいただいてしまっていいんだろうか。中身は多分 MD ペーパーのクリーム色のリフィルですね。いやーこれはねー懐かしい。これ今売ってないんじゃないかな。香港のログオンっていう商業施設の中にあるマニュアルファクトリーっていうお店とトラベラーズノートがコラボしたステッカーです。マニュアルファクトリーベア、マニュアルファクトリーの人気マスコットがこのマニュアルファクトリーベアですね。
かわいい。ログオンが20周年の時にログオンカーニバルっていうイベントで先行発売されて、でトラベラーズファクトリーやオンラインショップでも売ってたんですが、今はねもう手に入らないのではないでしょうか。なぜあの時に買わなかった、ちょっとね迷っちゃって買わなかったっていうのが多いんですよね。でちなみにこれステッカーセットで5枚で1000円で入ってたものなんですけど、ちょっと裏面に値段が書いてあって、これ28ドルになってる。28ドルの半額の14ドル。いや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 、すごいことになってる。なんかほんとね申し訳ない、買ってきていただいて。いやこれどこで売ってたんだろう。シティーズスーパー、シティースーパー、シティスーパーは調べたら香港のお店みたいです。わー、はい。そしてねカリフォルニアのステッカーですね。これもねめちゃめちゃ可愛いです。ちょっと水彩画っぽくなってて、あのトラベラーズファクトリーのレッツゴーのトリップに出てきそうなバンがありますね。可愛い。はい、そしてですねラストはこちら。これはバスキアっていうアーティストの方が描いたイラストで、ジャズをモチーフにしたイラストだそうです。ちゃんと綺麗に開けよう。よいしょ。おーかっこいい。チャーリーパーカーやデイジーガレスピー、マックスローチとジャズへの愛を祝います。これ絶対あれじゃない？これはデイジー・ガレスピーじゃないかな。結構ね、ジャズを聴くのは好きなんですが、ちょっとね、何も考えずに聴いてるので。うわぁ、かっこいいな。もうこのまま額に入れたいな、これ。なんかね、使うのもったいないなって思っちゃいますね。しばらくはこのまま眺めようかなと思います。いやーこれはねまさか手に入るとは。あのこの間ねペンミーティングに参加した時に初めましての方からこれをいただいてしまって、本当にありがとうございます。おーすーご、うわー、はい、水彩絵の具です。これはですね、去年の6月頃にトラベラーズカンパニー USA の方でトラベル&スケッチっていうイベントというかシリーズが出まして、こういったパレットになっていて中に水彩絵の具が入ってます。好きな絵の具を詰め替えて使うことができます。これはアートツールキットっていうところが作ってるパレットでして、中身は番号法の絵の具っぽいですね。水彩絵の具っぽいです。このトラベル&スケッチのこのアートツールキットが発売した時に、海外にあるトラベラーズファクトリーのパートナーショップではスケッチイベントが開催されてたそうで、いやーほんとね羨ましい。行きたかった、参加したかったです。みんなでスケッチをしに行くとかねすごい楽しいですよね。ただこれだったらもうトラベラーズノートと一緒に持ち歩けるコンパクトサイズになってるので、これを持ち歩いて水彩画を描きに行きたいです。はい、そしてレッツゴーオンザロードトリップのリフィルですね。2代目です。前に使ってたのはこれで、こちらですね。これもトラベラーズカンパニー USA 限定のリフィルで、レッツゴーオンザトリップ、かっこいいバンのイラストになってます。で、これはね、これで写真日記を作りたいって言って、いろいろ作ってきますっていう話をしてたんですが、動画に撮った2月で2月でストップしてます。ちょっともう一回動画撮りながら作ろうかな。こうせっかくね、もう一冊いただいたことだし。これはね、写真日記を続けるっていうことなのではないでしょうか。いやー、かわいいな。あ、そう、ステッカーが入ってて。うわぁ、かわいい。なんだろう、これ。ザ・ステーショナリーカフェ。なんか、アメリカって感じがしますね。こ
この犬は何なんだ何の犬なんだろう。これは1月2月をこのリフィルにして、1月2月3月4月くらいまでこのリフィル5678で9、10、11、12でもう1冊使って3冊で写真日記を完成させて、で来年の1月からこのリフィルを使って新しい写真日記を作るようにしたいな。日記って毎日つけるもんじゃないのかよ後からまとめて作ろうとする。これめっちゃ気になってたんだよね。よいしょ。あーくっつく。でも日本語で書いてある。メイドインジャパンだって。本当？いや、インザ USA って書いてあるな。袋だけが違うやつかも。はい、ということでめちゃめちゃ気になってたフィールドノート、憧れのフィールドノートだ。うわ、かっこいいなこれ。表と裏でこうデザインが違いますね。色が違います。中身はスクエア方眼で、方眼の線がちょっとうっすらベージュっぽい茶色ですね。うわ、ちょっとね、なんか珍しい感じがする。3箇所のステッチ跡地です。おー、表紙もかっこいい。こんな感じになってるんだ、フィールドノートって。うわ、かっこいいな。はい、最初のページがね、こんな感じですね。めちゃめちゃかっこいいです。で、他のタイプは、中は同じで。うわ、これもめちゃめちゃかっこいい。この印刷いいな。これもかっこいい。うわ、こういう、なんて言うんだろう、フレームというか、こういう装飾で建物を表してるっていう。おしゃれー。わー、めっちゃおしゃれなことするな。フィールドノートが何かっていうと、アメリカのノートで、もともと農村部で仕事をするために使われてたノートっぽいですね。日本で言うと何なんだろう、測量野鳥みたいな位置づけなのかな。定番のフィールドノートはすごいシンプルなんですが、こうやってね、いろいろと表紙がいろんなタイプがあります。横系とか無地のタイプもあるそうなんですが、方眼はかなり使いやすそうです。ただこのフィールドノートに手を出すと本当に沼りそうだなと思ってて、集め出したらもう本当にどこまででも集めてしまいそうだなと思ってたんですが、ついに手に入れてしまった。うわいや、嬉しいな。ちなみにサイズ感はダイアログノートとほぼ同じです。で、トラベラーズノートよりかはちょっと大きくなってますね。ほとんど同じに見えますね。若干ダイアログの方が長さがありそうな気がする。多分ね、これくらいの違いです。ほとんど同じに見える。このカーブのところが若干違いますね。いやー、今ね、いろいろと悩んでて、ダイアログノートを結構使ってるんですが、カバーかけたいいや、どうしようかな。あのトラベラーズノートみたいなカーカバーがダイアログノートでも売ってるんですよね。ちょっとそれを買おうかどうかちょっと迷ってしまう。一緒に入れたいな。いや、本当に沼りそうだ。いや、かわいいな。はい、最後はですね、なんとファンレターをいただきましてありがとうございます。もうね、感動だよ。で、私がムーミンが好きだからムーミンを多分入れてくれたんだと思います。うーわ、かわいい。あ、スヌーピーもいる。めっちゃかわいい。ムーミンとスヌーピーの便箋がたくさん入ってます。いやー、かわいい。ムーミンはあのこの世界観とストーリーがすごく好きで、でね、スヌーピーはね、もう無条件に好き
昔実家で飼ってた犬もビーグル犬だったし、もうスヌーピー見ただけでわー可愛いってなっちゃう。三村姉さんとおしゃまさん、うわこのイラストおしゃれだな。白い額縁、いやーこれは可愛いわ。え、このまま額に入れようかな。いや額に入れすぎだって、さっきからどんだけ額に入れたがるんだ。切ってもめちゃめちゃ入ってる、すごい量だ、すごいたくさん入ってた。これも可愛い。あとこれも可愛いですね。こうやってあれなんだな、値段によって同じシリーズでイラストが違うっていうのがあるんだ。こんだけ切ってあったら何でもできそう。いやーありがとうございます。あとお手紙もいただいたんですが、なんとそちらにサンタさんの住所が書いてありました。ありがとうございます。ただね、お手紙を受け取るのがすごい遅くなってしまって、11月の半ばくらいまでに送らないと届かないみたいなので、来年はサンタさんにお手紙を送りたいと思います。うわーもう画角に映りきらないほどの文房具に囲まれている。うわーありがとうございます。なんだこの幸せで、実はもうまだまだここでは紹介しきれないほど文房具やステッカーをもらったりとか、あと自分でもねいろいろと買ったりとかしてるので、まあ、またこうやってまとめて紹介したりとか、あとはショート動画の方でも紹介していこうかなとは思います。この間 YouTube のコミュニティと Twitter でショート動画でどういうの見たいですかっていうアンケートを取ったところ、マネースインクで描くイラストとあと文房具の紹介っていうのがすごい多かったので、ショートの方でも少しずつ紹介していこうかなと思ってます。ミーチョスの動画でこういうのが見たいとかああいうのが見たいっていうのがあったら、ぜひぜひ皆さん教えてください。 Twitter でも YouTube でも Instagram でも大丈夫なので、ぜひコメントお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。